ハイール湖はシベリア東部のサハ共和国にある火山湖。面積約29ヘクタールで魚はほとんど生息していない。公式な深さは不明。ハイールとはこの地方に影響のあったモンゴルによる呼び方である。怪物の目撃談で話題になった。ソ連時代の1964年にモスクワ大学の科学者グループが鉱物資源の探査のため訪れた際に 未知の古代生物と遭遇したと主張して以来、湖は論争の的になってきた。新聞、コムソモリスカやプラウダ・ニジール・コスエフが寄稿した記事には、怪物は調査チームの副リーダーである N ・グラッド・キークが目撃したと記されている。グラッド・キークは、水面を描くために湖に向かい、その生物が足を動かしながら、岸に上がって草を食べるところを見た。テカテカした。 長い首の先に小さな頭があり、巨大な体は真っ黒な皮膚で覆われ、背中に沿って立ち上がったヒレがついていた。グラッドキークの話は調査チームの他のメンバーから最初は疑いを持って見られたが、その生物は調査団のリーダーや数人の他のメンバーの前に再び出現した。ルコスエフは記している。突然、頭が湖の中に現れ、その後背びれが見えた。 その生物はその長い尾で水を叩き、湖面に波が生じた。我々が目撃したこの話は信じられるものである。調査チームの描写に基づけば、怪物は6500万年前に滅んだと考えられている古代の爬虫類であるプレシオサウルスに非常によく似ている。一方、一部の研究者は水中よりも陸上で餌を取るカバ以上に水中生活に適応した。 草食性哺乳類に当てはまると考えている。北方に孤立した湖の環境により、得意な進化を遂げることができたという。ハイエルコが活火山の上に位置していることから、怪奇的な論者は、多くの怪物は、おそらく水面下の振動が送り出した、沸騰した湖面に生じる本流が原因であろうと指摘している。近い距離からの目撃情報については、説明がなされていない。 平基地にあるため、湖を訪れた者は少なく、それ以前には1940年に2匹の大きな黒い動物を目撃した北極圏飛行でソ連邦英雄となったイヴァン・チェルビチニーと800から1000メートルの高度から2匹の大きな動物を見たという北極航路の総打手だったワレンチン、イワノビッチやクラトフくらいしかない。二人は好奇心から50メートルにまで降下して、 動物を観察したが、飛行機の騒音が動物を驚かせたため、水中に潜ってしまった。2008年に、イギリスの古生物学者で科学ライターであるダレン内ュは、以下の点を指摘した。その上で、内ュは、未確認動物学に関する著作で知られる、カール・シューカーが、イギリスの雑誌、フォーティアン・タイムズに発表した文章で次のように、記したことを紹介した。内種は、 個人的にはこの怪物の信憑性はほぼ完全に失われたように思うと述べている。ありがとうございます。